親衛隊、嫌な名前。わかりやすいわ。指示は、ここから先は多分レッドゾーン。何秒かかる？わからない。やれやれ、中腰。いつでも走り出せる姿勢でやるか。行くわよ。オーケー。こいつでしょうね。カメラ、スクロールさせながら。了解。大丈夫？心持ち早くてもいい。了解。あ、待て。俺たちも出てるぜ。最大の障害になりうるか。連中よくわかってるわね。バカじゃないわ。それ俺のセリフ。リサ、だんだん映ってきてるよ、俺が。なんてこった。それも俺の。少なくともネット上には置かないか。無駄足だったわね。慣れてるだろ。麻薬やマフィア、テロリスト、狂信者、みんなネットは嫌いね。悪いことには使うくせにさ。ただここまでやってりゃただの報告書とは言えまい。少なくとも多大な興味を持ってるってことだけはわかる。終了。フェイクだとするなら念入りすぎるわ。同じことよ、興味を持ってるってことはね。ま、そうだな。それが確認できただけでもよしとするか。引き上げる？もうちょい突っ込む？コンディションはグリーン。今ならおじいさんにカード返せるわ。孫の夢邪魔しちゃ悪いな。もう少し突っ込むか。この人物のフォルダを片っ端から当たろう。了解。これとか？それそれ、俺も気になってた。セキュリティってこういうところから破れるんだよな。どのセクションの担当も非常に優秀な人材が揃ってるわ。嘘がつけない優等生がね。つけないんじゃない、つかないんだよ。こことか臭いね。そうね。中央研究所、高村セキュリティから投入1000人って、戦争でも追っ始めるつもりかよ。調査担当やマネージメントの人間を含めると大変なことになるわ。もともとグループ全体の頭脳といえる場所だから頻繁な人材交流は当たり前だが、ここ数ヶ月
入ってばかりで出ていない。何より所在地が臭いよな。和歌山県新宮市、熊野灘の目と鼻の先。次のターゲットは決まりだね。熊の詣に新宮参りか。日本史の授業に出てるみたいだぜ。うん、古い伝承と神話の町さ。いいとこだぜ。海は綺麗で海産物がうまい。リサ、ちりめんじゃこって知ってる？ええ、もちろん。あれの釜揚げなんか現地で食うと最高でさ。丼にそれだけ持ってかっくらうと、これがもう。メデメデ、ビル内緊急システム作動。ちょっとのんびりしすぎたか。いざログアウト。オッケー。中央エレベーター3機、その階に今止まるぜ。中央は対策済みだ。西エレベーター駆動中。おそらくこれもだ。西側からだと。東エレベーターは生きてるか？ダメだ。エレベーター全機非常用遠隔手動コントロールモード。了解。上しかないってわけね。エディ、モード A スクランブル。エッサー。リサ、撤退パターン C。 前衛は俺がやる。シンガリオ。了解。発砲判断は任せる。最優先事項は脱出。それ以外は考えるな。あなたも、私も。両方だよ。最優先はどちら？んなもの言わなくても分かってるだろう。君だ。了解。西エレベーター前、制圧終了。トラップオン。一気に抜けるぜ。了解。非常階段前、二人。ドア、右スタンド、左スイッチ。右をスナイプ。ラジャー。
あ、悪い、あんたも。ナイス。ここからが本番。エレベーターの全滅は伝わってるわ。今頃ガードマンの皆さんは大登山大会か。行こう、スピード勝負だ。了解。開いたぞ。注意しろ。まだ撃つな。いいガードマン連中だぜ。早い。いざとなればスモークね。追加を。さっさと張っちまった方がいいんじゃないか。進行方向は一つ。決死覚悟の生きのいいのがいないとは限らない。足止めが先。なるほどね。総一は進路確保。釘付けるわ。いけるか。数がわからないぞ。私を誰だと思いで。エクスキューズモア、頼んだぜ。ウィーモシュおお、ハッハッハッハ。我らが本社へようこそ、那須総一殿。大吾隊長。覚えていてくれたか。私のような弱敗者がナスティーボーイのお心に止まっておるとは。おお、なんと嬉しき事実よ。ま、ね。隊長、再就職かい？いい仕事見つけたじゃん。そうとも、良い主人にお声かけていただいてな。今はここで働いておる忠実なしもべとしてな。鬼も泣き出す狂犬大吾がガス屋の番犬風情かい？なんだよ、もう隠居モードか。時の流れは残酷だね。貴様は我が主の大きさを知らぬからそんなことが言えるのだ。我が主は我々凡夫には考えも及ばぬほどとてつもなく偉大なお方だ。俺にはこれから一仕事がある。
偉大なお方、一仕事、一体なんだよそれ。ガキにはわからぬ世界。それよりどうした、美人のアシスタント君はまだ来ないのかね。キツネは来んよ。何のことだか。女にうつつ抜かして七へ飛び込む。クソガキもそんな年頃か。隊長、やりたいんならやってやってもいいぜ。一本勝負。ところがだ、何不自由のない仕事、金、待遇をいただく我が主にはたった一つだけいただけぬ点があってな。何度お諌め申しても聞き入れてはくださらぬ。何？その前にその物騒なものを捨ててもらおう。お前は殺すなと厳命されておる。ほう。従って俺もやりたいのは山々なのだが、お前にはここで我々の縄についてもらうしかない。怪訝な顔をしてるな。貴様は小技を浪するからな。我が主のお知恵を拝借した。老人趣味だぜ。そっちがそう来るなら逃げてみせら。もちろん俺はこれで狙う。何の芝居なんだよこれ。今にわかる。さあ縄につけ。なんだ、どうした。おわ、なんだ、風が。
違う。時間通り。待たせたな、ボーイ。作戦変更、構え。遅いぜ、隊長。つまらぬ時期にはもうこだわらぬ。総一、やはり貴様と俺とはこうでなくてはな。さあ、我が主のもとに参ろうか。あのうるさいハエを追い払え。ヘルファイアぶち込んでやるぜ。やれよエディ、クソガキごと地獄へ行こうか。くそ。はっ、ヤク。真正面、ツリーで蹴って。ゴー！クソガキ！ワン、
このクソ野郎ども食らいやがれ。おいおい、総一、何もぶたなくたっていいだろう。エディは黙っててくれ。そうはいかねえ。ヘリ下での出来事は俺っちだって見てんだ。おめえ姉さんがいなきゃ今頃地獄の一丁目でエンマ様とご対面中だぜ。それだって、だってもヘチマもねっつーの。芝居だとかなんとか言う気か。相手はあのクソ大吾だぜ。たとえそういう筋書きだったにしても、やつなら頭に血が昇って引き金引いちまうわ。おめえだってそうだろうが。だけど、まあ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 、落ち着け落ち着け。ほら座んな、姉さんも。まあ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 、総一、おめえだって分かってたろ。カッカ来てちゃ何にも見えてこねえってよ。分かってる。キツネ。言い訳はないのかよ。遅れたわ、それは事実。何も言い訳できない。俺と互角にやり合う米軍のエースエージェントが世界中探したって何本の指に入るような君が、あんなクズ連中相手に遅れた。下手な嘘もいい加減にしろよ。総一、あんなクズ相手に遅れを取ったからこそ何の言い訳もできねえんじゃないかな。あ、じゃあ大吾のチームが花から屋上に配置されてたのはどういうことなんだ。俺たちの情報はどこから漏れたんだ。漏れたんじゃなくて、おめえの行動パターンなんざ一発のエージェントならみんな知ってるさ。それはだから座んなって。ほら、しっかり下っ腹に力入れて深呼吸。エディ、
姉さん、今日のところはまともな話なんてできっこねえよ。うちのボーイは見た通り、火がつくとなかなか消えねえんだ。すまねえが、出直してきてくれねえか。待てよ、俺の話は終わっちゃいない。いいから、今日はお開きにしようぜ。時間がないわ。何のだ。高村の動きは急よ。先ほどのあなたの動きがそれを加速する。彼らは動き出す。じゃあどこで何をどうすればいいんだよ。それはわからない。これからわからない。じゃあどうするんだ。俺はまた君の情報を待てばいいのか。今度はどこへ連れて行ってくれるんだ。高村セキュリティの射撃訓練場か、高村ヘビーインダストリーの兵器実験場か、それとも高村総帥の大豪邸に招待でもしてくれるっていうのかよ。それはわからない。もううんざりだ。騙すなら他の奴を騙せ。俺の前にもうその何も映らない目を見せるな。出て行け。今すぐここから出て行け。Thank you.